も、シンガーソングライターの関口ゆきです。ここがね、ぴょんってしてんの、ぴょんって。で、こっちもぴょんってしてんの。ね、どんまい。今日はですね、私が毎週月曜夜8時30分、レディオベリーにて担当しております、関口ゆきのいちご通り十文字。この中でリスナー様からキーワードをいただいて、私が曲を作る月刊歌うたのコーナーがございます。そこから誕生して、まだ音源化されていない曲をお届けしたいなと思っておりますけれどもね。今ね、ちょっとスマホがね、調子悪いんですよ。で、突然再起動、本当何の前触れもなく突然始まるんですね。なんで、さっきも、よし、やろうかなと思った瞬間に再起動したんで、ちょっと大丈夫かなって今、ドキドキしながら進めておりますけれども。はい、キーワードいただいたんですが、宇都宮の小江戸せせらぎ通りという、キーワードいただきました。小江戸は、川越の御苑に、戸棚の戸ですけれどもね、そちらをいただきました。実際に、足を私も運んでみたんですけれども、遊歩道に沿って静かな小川が流れている、とても雰囲気のある場所でございました。タイトルは恋人たちということで作りました。お届けいたします。石畳に散った花が季節の終わり告げている。あなたと私は黙って日だまりを見つめてる。杖をついたおじいさんを支えて歩くおばあさん、彼らは夫婦でありましょうかなんてぼんやり考える。小江戸せせらぎ通りは今日もいつもと変わらぬ穏やかで優しい時の中、埋められない寂しさを
恋人たちでした。ぜひチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。あ、充電がなくてさ、なんか画面真っ黒になってるの。ちゃんとこれ映ってんのかな。